はい、皆さんこんにちは、ナートルです。今回はですね、お尻をしっかり鍛えることで体幹が安定して体のラインが良くなる、気になる前もも、お尻、お腹が解消されていきます。ぽっこりお腹や反り腰が気になる人の多くが、腰の位置が前に出ている、または後ろに出ている、このどちらかになるんですが、そこに加えて腰の位置が左右に動いている。そうなると片方だけ肩が下がっていたり、足の長さが違ったり、骨盤が歪むことによって内臓下垂になったりしてお腹がポッコリ出てしまう。これは男性も女性も当てはまります。特に運動不足の人ほど体幹部が弱くて、姿勢が中心から崩れる、胴体部分から崩れていきます。そこが崩れると前後のバランスが崩れてきて、体重が減ってもスタイルが良くなりません。今回そこを改善するメニューになってます。体型気になる部分がある人は一緒にやってください。まずは胴体部分のバランスを取るために、腰を前後に動かしていきましょう。スタート。前後に動かすことによって、まずは自分の骨盤の位置が前にありすぎるのか後ろにあるのかっていうのが体がね分かってきますので、いつも同じね悪い位置にいたら分からないんでね、しっかりね動かしてみましょう。OK です。今度は左右体を動かしていきます。スタート。前かがみにならないように、今前後に動かした動きの中心の位置を意識して体を左右に動かしましょう。意外と下向くとつま先がどっちかね出てしまってる人とかいるんで、ちゃんと揃えてください。はい、 OK。 今度は腰を回していきます。反対の方向にも回します。ちょっと大きく回してください。どちらか腰がなんか違和感あるよっていう人は、そこの腰が硬いことによって姿勢が崩れている場合もあります。しっかりね硬い部分を確認してください。はい、OK。 それでは体幹部を使っていきます。まずは横に寄ってもらって、かがんだ状態で横に動きます。こういう感じです。できるだけ低く、1往復したら1回立ち上がってちょっと休憩です。いきましょう。スタート。この動きがスクワットに加えてお尻の横を鍛えることができているので、体幹部が安定します。はい、休みましょう。いきます。スタート。頑張って1、2、1、2、1、2。はい、 OK。 休みます。繰り返していきましょう。スタート。今回はしっかりね、お尻の横とお尻の真後ろ、お尻の筋肉3つをね鍛えていきます。よし、 OK。 あと少し頑張っていきましょう。いきます。スタート。結構きますよねこれね。OK。 ちょっと休んでください。これをあと3回やっていきます。頑張っていきましょう。いきます。スタート。もう疲労が溜まってきてる。よっしゃ、 OK。
行きましょう。スタート。OK。じゃあ行きましょう。ラスト、あとこれやった後にね、あと少し体幹部エクササイズやっていきますんで、オッケー、休んでください。はい、それではあと2種目で終わりです。体の前と後ろの体幹部を鍛えましょう。体はまず起こします。ここから足を伸ばして、手をね、顔の前側に持っていきます。これでキープです。いきましょう、スタート。これでおへそとお尻をね、ぐーっと近づける感じで丹田を使っていきます。ここが鍛えられると体幹部がね、安定してきますので、頑張っていきましょう。少しで終わりますからね。オッケー。それではラストです。膝とつま先ついて、体を持ち上げて、お尻をしっかり締めた状態でキープ、スタート。これで終わりです。頑張って皆さん、しっかりね、お尻を締める、おへそとお尻を近づける感じでね、力を入れてください。あと少しです。オッケー、お疲れ様でした。